巨大なリングを持つガス惑星、土星そのリングを地震計として使うことで土星の内部構造を調べようという驚くべき研究が近年進められていますそもそも惑星や天体の内部構造を探査する上で地震波の利用は欠かせません地球の場合巨大地震が起こると全球規模で惑星が振動するので地震波の伝播過程を逆解析することで内部構造が推定されてきましたまた同様に太陽表面の振動を観測する日進学や 恒星の振動を観測する精神学によって、天体の内部構造が詳しく調べられてきました。土星のリングを地震計として使えないかというアイデアは、今からおよそ40年近く前の1982年に初めて提案されました。土星内部の振動が重力の揺らぎとして外側に伝播していき、リングを構成する氷粒子の軌道に影響を与えることが理論的に予測されたのです。このアイデアが提唱された背景には、1980年と81年に、 NASA の探査機、ボイイ1号号と2号が土星をフライバイし、リングを初めて詳細に観測したこととがきっっかけとなっています。このアイディアは長らく理論的な仮説に過ぎませんでしたが2004年から観測が始まった土星探査機カッシーニの登場によって初めてリングの高精度な観測が行われたことで天気を迎えますカッシーニ探査機によって背景の明るい構成の前をリングが通過する際のタイミングの揺らぎを撮像することで リングの微小な振動を計測することに成功したのですこれらの観測の結果は2013年から論文として報告され始め従来の手法より深い場所の内部構造について驚くべき発見がありましたまずこれまでの予想では土星の深い場所では激しい対流が起きていると考えられてきましたが実際にはそのような対流は起こっておらず内部は安定した清掃構造になっていることが示唆されたのですまた二つ目は土星の時点速度が 従来の見積もりよりもわずかに速いことが分かっただけでなく、深さに応じて時点速度が異なることも示唆されたのです。土星のリングを地震計として使うという研究は、まだ発展途上ですが、今後の惑星科学に大きな影響を及ぼす可能性を秘めています。これまで巨大惑星の内部構造を調べるため、惑星が探査機に与える重力接動を計測する手法が一般的に使われてきました。しかしかこの手法では表面に近い 地下のの浅い部分の構造ししか計測でできませんでしたこれに対してリングを地震計として使う手法では惑星の深いところの振動を検出できるため従来の手法と相補的に使うことで深いところから浅いところまで惑星全体の内部構造を明らかにできる可能性がありますさらに重要なことは土星のリングで実証できたということはリングを持つ他の惑星にも応用可能である点です土星ほど立派ではありませんが木星天王星海王星は いいずれも薄いリングを持ちますこういった天体にもリング地震系を応用できるかもしれません。クロノサイズモロジー、日本語で土心学とも訳される。この新しい探査手法は巨大惑星の成り立ちだけでなく原始太陽系の起源を解明する上で今後重要な手法となっていくでしょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。厳しい暑さが続きますが皆さん体調に気をつけてお過ごしください。それではまた。